こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ転売で10万円稼ぐおすすめのやり方、仕入れ先とはどこから行うのがおすすめですかというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、昨日ですね、私のコンサル生から、中古カメラですね、こちらどこからですね仕入れた方がいいですかっていう質問があったので、ぜひお答えさせていただきます。それはですね、カメラの北村さんです。はい、ですね、なぜカメラ北野さんがいいかと言いますと、まずですね、地方にいる方でもインターネットでね、予約して商品を取りに行くことができるんですね。はい。で、私はですね、静岡県の浜市に住むんですけど、まず中古ショップがないんですよ。はい。あったとしてもですね、値段が非常に高くてですね、競争がないので非常に高いんですね。そうするとですね、仕入れができないです。はい。ですので、ぜひね、まあ、こちらのカメラ北野さんがおすすめですね。その他ですね、中古商品がですね、非常にです、しっかりしてます。他の中古屋さんよりもですね、商品の、整備がしっかりしてまして、非常に良いです。ですので、例えばですね、もし故障がしててもね、故障が使えるので、修理もしてくれるんですね。ですので、ぜひおすすめなんですね。それとですね、この北村さんでしたら、1商品ですね、1万円稼げる商品がね、非常に多いです。私も昨日ですね、7台ですね、入れてきました。はい。で、その他にもですね、3万円以上稼げる商品も多数あります。ですので、カメラ北さんおすすめなんですね。はい。なので、初心者の方ですね、ぜひね、まずはカメラ北村さんですね、こちらのオーソドックスなね、非常に有料店ですね、こちらを使っていただければいいかと思います。はい。で、それではですね、LINE 登録ですね、お願いいたします。LINE 登録していただきますと、疑問点や質問をね、お答えする権利ができます。はい。それではね、本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。